日本関東地方東京都町田市、上尾山田町上尾山田町は東京都町田市の地名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は194-0201。多摩ニュータウンの造成開発に伴い、一部が1973年12月1日に東京都多摩市へ編入され、一時期多摩市上尾山田町が存在した。編入された部分の詳細については、 神尾山田町を参照のこと、町田市の北部に位置する。東に、町田市下尾山田町、西に、小山町、小山が丘、南に、小山田桜台、時和町、北に、東京都八王子市南大沢、別所、多摩市唐木田と接している。鶴見川上流端の標識中世、坂東八平市の一つ秩父市の一族有重が、 武蔵国小山田所に移り住み小山田氏を名乗る。1447年には長尾影春によって小山田城が落城している。その後、古法城氏の支配下に入っているが、その頃には上小山田村、下小山田村の名が見える。八戸殿のある地形がそのまま地名となった。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道駅は存在しないが、小田急多摩線が相模原駅方面に延伸される際には、町内の小山田バス停付近に中間駅の設置が想定されている。このほか2018年度より、リニア中央新幹線の建設が進められており、町内に非常口を設置予定。神奈川中央交通が、 町田駅や淵延駅を結ぶ路線バスを運行している。2017年12月18日より、唐木田駅東、多摩南部地域病院方面を結ぶ検証運行が開始された。ありがとうございます。